はい、こんにちは。中学受験桜井チャンネルの滝アナウキです。えー、今日は偏差値六十五への理科。えー、今日のテーマは、えー、電流括弧複雑系を絶対マスターする一というね、えー。テーマでやってみたいと思います。この中学受験桜井チャンネルは、これだけで中学受験できます。をコンセプトに作っているチャンネルです。いいなと思ったら、チャンネル登録、高評価、メンバーシップお願いします。さあ、今日のテーマは電流複雑系を絶対マスターする。ね。 これ、ね、もうね絶対マスターすると思ってね、まあ、マスターしてくださいえー、これね全く同じ問題3回僕やってみますからあこう複雑系ねこれね直並列回路って言うんですけどこうやって解くんだということをね頭の中に染み込ませていくんですさあじゃあ早速やってみましょうねさあ豆電球2個の直列に乾電池1個の直列ねさあこの時には乾電池割る豆電球で電流出します さあですから乾電池は1個です。豆電球2個です。これを1割る2とおいて2分の1の電流が流れるとしますね。だこれ2分の1です。2分の1です。半分の明るさなんです。電池も2分の1の電流を流していきます。さあ乾電池1個豆電球3個の場合の直列。これも乾電池割る豆電球なんです。乾電池1個です。豆電球3個です。 一割る三ですから、三分の一の電流が流れます。乾電池を豆電球の数で割ると電流が出る。ね、で、これ三分の一の電流が流れて、三分の一の電流がここでも流れます。暗くなるんです。電流も少なくなるんです。三分の一で済みます。さあ、じゃ、この場合ね、ここからどうやって解いていくかっていうことね。ね。 え全部で3個の豆電球がありますけれども乾電池割る豆電球1る3ではないんですさあこれはどういうことかっていうとねこんなふうにやっていますとにかくねえこんなふうに解くんだというふうにねまず知ってくださいさあまずこれは隠しますねこれとこれだけの関係ねこの豆電球と乾電池だけの関係だとこんな感じですこの時1る1 1> ののの電流が流れて1の電流が流流流ががれれてますでこの時豆電球はこの1の電流が流れるんですけれどもその時1の電流が流れた時にこれは1個の豆電球なんだとこれ1の逆数をするんですけどね1の逆数は1ですから何も考えなくていいこれは1個の豆電球です。ねまあ、またそのね厳密に言うと1個の抵抗抵抗が1っていうんですけど、まあ、これはまあいいとしてさあじゃあこの二2個、ね、ここは並列になっています。 だから今度これだけ見るんです。これとこれだけ見るんです。そうするとどういうことが言えるかっていうと、豆電球2個が並列で乾電池が1個出ています。できています。とこっから1、こっから1、合計で2の電流が流れました。2の電流が流れるということはね、えー、何個の豆電球かというと2の逆数なんです。2分の1個の豆電球なんです。 これでね2の電流が流れますからね2分の1個の豆電球なんです。ってことはこれが1個これが2分の1個ですから 1+2 分の1で1と2分の1個の豆電球なんです。これは2個です。これは3個です。これは1個2分の1個で1と2分の1個なんですで。 1>, 1と2分の1個の豆電球で乾電池割る豆電球をするんです。そうするとどうなるかっていうと乾電池割る豆電球1と2分の1ですから。1分の1かけるかける2分の3の逆数3分の2。3分の2の電流が流れます。ね。これが電流です。そうするとここから3分の2の電流が流れ、ここも同じ3分の2の電流が流れます。 この3分の2の電流が上と下に真っ二つに分かれます同じ豆電球ですから1対1に分かれます3分の2の豆電球が上は3分の1下は3分の1に分かれでまた3分の2に合流してまた電源が電池がまた3分の2の電流だ3分の二、3分の13分の1三分そうするとあこれね ABC 書かなきゃいけなかったね A の豆電球 B の豆電球 C の豆電球と A 対 B 対 C は 3分の2対3分の1対3分の1です簡単にすると2対1対1ですね,これ,ねこれが明るいこっちの方が暗いわけですいい、ね、もう一回確認しますよこれだけ見る11、ね、の1でその時に逆数の1個の豆電球と見るこれはまあいいさあ今度これだ,これだけ見るね並列回路11の電源 2の電流が全部で流れる2の電流が流がれたら2の逆数2分の1個の豆電球と考える。と全体では 1+2 分の1の2 1と2分の1個の豆電球だ。で乾電池割る豆電球で3分の2の電流。3分の2の電流がここ A には3分の2の電流そのまま流れる。で上と下で分かれる。3分の1を3分の1に流れる分かれる。だから2対1対1、ね。さあじゃあ今度ねもう一回やってみますよ。もう1回 もう分かったらね止めてね自分でこれ書いてね自分でやってみてくださいで2:1:1対対になるはいじゃあいきますさあじゃあまずこれだけ見ますねこれは1個です 1÷1 で1の電流1の電流ですから1個のまんね逆数1個の豆電球ですさあ今度これこれは見ないでこれ,これとこれだけ見る そうするとこっから1こっから1と全部で2の電流が流れます2の電流が流がれますから逆数分のの個ままま電球と考えますこれは1個のまま電球これは2個あるけれども2分の1個のまま電球。ってことは全体では 1+2 分の1の 1> 1と2分の1の豆電球で乾電池割る豆電球ですから乾電池1割る1と2分の1は1かける3分の23分の2の電流で3分の2の電流が電源からで流れていてここも3分の2です同じ水が流れます上と下に分かれます3分の13分の1また3分の2合流するそうと a 対 b 対 c またね a 対 b 対 c 忘れましたねこれが A ですこれ B です C です A が3分の 2B が3分の 1C が3分の13分の2対3分の1対3分の1になって、A、これ簡単にすると2対1対1さあじゃあ、えー、と今度はねちゃんと ABC 書きましょう ABC ね電流の比を書きなさいねえー、じゃあいきますねこれとこれねこれとこれで1ですよ、ね、1る1 1> で,1ですから1個の豆電球さあこれとこれ11です2の電流が流れています合計でねと二分の一個の豆電球ですとこれは1個の豆電球これ二分の一個の豆電球ですから合計で1たす二分の一の2分の3個の豆電球ただ乾電池割る豆電球ですから1割る 二分の三は一かける三分の二になって三分の二の電流三分の二の電流が流れて A は三分の二の電流 B と C は二つに分かれますから三分の一三分の一でまた三分の二合流して三分の二ですから三分の二対三分の一対三分の一なので二対一対一ねこれをね徹底的にやるんですでこれをねこの三日間でね徹底的にやります。 えー、明日はねこれをもうひとひねりするやつねこれ分かんない人いっぱいいると思いますから、えー、じゃあまた明日もねえー、まあよかったら見てください、えー、いいなと思ったらチャンネル登録高評価メンバーシップお願いしますでは今日はここまでにしましょう